現在朝の5時45分ですね。ちょっと早起きして勉強中です。国試2日目、今日は実践150も全力で解きに行きます。やっていくぞ。はい、ここどこでしょう。広島駅ですね。国試2日目終わりました。お疲れ様でした。ゆっくり今日はもう寝ます。自己採点やる体力あるかな。はい、今日は2月21日広島ガーデンパレスホテルに宿泊しておりました。ガーデンパレス、ベッドはふかふかでめちゃくちゃ良かった。枕が2つあって高さ調節できるのもグッド。うん、お風呂はこんな感じですね。ここに衣類を入れるところがあります。ただ靴は一体どこで脱げばいいのかは分かんないですね。ずっと靴履いてた方がいいのかもしれない。はい、じゃあ帰ります。